ハウテレビがお届けします社長室101、今回は港区北青山に来ております。今日はですね、株式会社ネタ元という大変ユニークな社名の会社にお邪魔してるんですけれども、こちらの会社はですね、企業団体と、報道関係者をつなぐ情報のマッチングサイトを運営していらっしゃいまして、こちらの仕組みがなんと業界初、日本初の仕組みでいらっしゃるそうです。で、今日はですね、創業者の本村敦美社長に、同社の、事業の考え方、それから、理念、また、社員教育の考え方について詳しくお話伺っていきたいと思います。ご紹介します、本村社長です。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。株式会社ネタ元さんということで、2000年に設立された会社ということなんですけれども、まずちょっと社名がユニークだなという感想なんですが、どういった事業をしていらっしゃる会社なんでしょうか。ネタ元っていう、商品名なんですけども、概念的にはインターネット上の記者クラブなんですね。メディアに、載せたい情報をここのサイトに公開していただきます。で、一般の人は見れないんですね。で、どういう人が見れるかというと、メディアの方だけが見れるネタ探しサイトなんです。じゃあ一般の、我々のような一般の人は見れないということですね。で、あと大きな特徴としては、メディアの方から、こういう企業を探してほしい、こういうテーマで取り組んでいる企業を探してほしい、こういう社長を探してほしい、こういう社員を探してほしいっていうリクエストと呼んでるんですけど、これが月に60から80本ぐらい来ましてですね、その情報を逆にクライアントさん側に投げると、その情報が戻せるものがあれば戻していただくわけですよね。で、その情報をメディアの方に渡すと喜んでいただけるじゃないですか。なるほど。それで、メディア露出の機会が増えると。だから簡単に言うと、メディアに載せたい企業団体さんと、情報を効率的に取りたいメディアとの情報のマッチングサイトという、こういうコンセプトになってます。なるほど。そこを運営していらっしゃるのがネタ元という会社。そうですね、うちの会社。はい。で、このビジネスモデルっていうのは全く今までなくて、うちが初めて、いまだにオンリーワンでさせていただいているビジネスモデルですね。はい。逆にその今までなかった理由っていうのは、 なんでこういうのが生まれてこなかったんでしょうか。当然うちだけじゃなくて PR をやってる会社あるんですけども、ただやっぱり費用がやっぱり人が動きますから、月額80から150万円、で年間契約なんで、1000万2000万かかると。だから PR 会社さん使ってるところっていうのはやっぱり、大手の、企業さんが、まだまだ中心なのかなと。で、私どもこの PR の事業っていうのは、こう新規事業なんで、大手の企業さんと PR 会社さんと同じことやってては、なかなかビジネスにならないんで。なるほど。逆に業界の中では更新、そうですね。だから、できるだけこう低価格でメディアに載せれるような仕組みが作れれば新規参入できるんじゃないかなということで、10年前にこのビジネスを新規事業で始めさせていただきました。なるほど。はい。他社平均はだいたい月に80万ぐらいで、御社だとどれぐらいなんでしょうか。10分の1の月額8万円という、年間でいうと約100万円という金額ですね。なるほど。はい。やっぱりどうしてもやっぱりアナログっていうか PR 業界、やっぱり人のネットワークっていうところがやっぱ重要視されてたんで、もともと僕自身が PR 業界出身ではないんで、それで、違うんですね。はい、そういう発想じゃないかなというふうに思うんですけども。なるほど。はい。じゃあもともとその、大企業しか使えなかった PR という機能を、中小中堅企業さんにも使ってほしいというところから生まれた。そうですね。実際にうちのお客さんの大体7割は中小企業さんなんですね。で、3割は大手企業さんで、大手企業さんは、自社でもやってますけど、保管するツールとして、使っていただいていると。で、中小企業さんでいうと、当たり前ですけど、今まで、そういう PR っていうこと、取り組みってあんまりしたことないし、して言うなら社内の体制的には広報部もなければ、広報をやられる方もいらっしゃらないと。で、私どもはこのサイト上だけではなくて、兼務でうちの勉強会とかセミナーに来ていただいたら、ある程度広報のノウハウを学んでいただけるっていう広報支援プログラムっていうのもご用意させていただいてます。
ちなみに今何社ぐらいのお取引とか、こうどれぐらいの方々がそのサービスを利用していらっしゃるんでしょうか。はい、今現状約700社ぐらいですね。情報を出す側で使っていただいている方が、はい、であとメディアの方が約4000名ぐらいですね。なるほど、はい。じゃあメディアの方がこう例えば新聞記事ですとか番組を作るときに何かネタないかなってこう探しに来るような場所っていうことなんですね。そうですね。なるほど。はい。